デザイナーズホテルとは、ホテルの建築デザインや、インテリアデザインが著しく優れているホテルを指す。日本国外では、一般的に、デザインホテルや、ブティックホテルと呼称される。デザイナーズホテルと呼ばれる、ホテルの多くが、著名な建築家や、インテリアデザイナーなどによって手掛けられた、洗練された建築デザイン、インテリアデザインを有するホテルであることに加え、 上質なホスピタリティを提供する高級ホテルやラグジュアリーホテルと呼ばれる類に属する。ホテルが利用者に提供するホスピタリティの一環として建築やインテリアのデザインにより質の高いホテルの内部空間や宿泊環境を提供することを主な目的として作られるものである。また、ホテルごとに設定されたデザインコンセプトやテーマに沿ってデザインすることにより、 個性的なホテルの創出、他のホテルとの差別化、優雅な空間の演出など、ホテルに関わるマーケティング戦略にも寄与している。アメリカやイギリスなど英語圏の国々をはじめとする欧米諸国では、デザインホテル、ブティックホテルと呼称されることがほとんどであり、デザイナーズホテルという呼称は、日本独特の故障と言える。また、日本国内においては、 現代的なデザインを取り入れた旅館や著しくデザインが優れた旅館のことをデザイナーズ旅館と呼ぶ。デザインホテルという故障は1990年代にデザインホテル図社によって使用され始め欧米各国に広められたと言われる。デザインという芸術、美術的表現を含む性格上デザイナーズホテルに関する明確な定義が難しい。 ものの、海外では前述のデザインホテル図社が運営するホテルや国内のホテルデザインなどデザイナーズホテルに特化したウェブ上のホテルガイドが存在し一定の基準が見て取れる。デザイナーズホテル、デザインホテルという呼称はホテルの規模に関わらず小規模なホテルから数百室を要する大規模なホテルチェーンが運営するホテルまで優れたデザインを有するホテルであれば 規模に関わらずデザイナーズホテル、デザインホテルと呼称される。一方で、ブティックホテルという呼称は、大規模なホテルチェーンとの差別化を意図し使用され始めた用語であり、小規模で個性的かつ高級なホテルを指すが、ブティックホテルと呼ばれるホテルの多くが現代的でスタイリッシュなデザインでまとめられているホテルが多いため、欧米においては、 デザインホテルという言葉とほぼ区別なく使用されている。また、日本においては、ブティックホテルという言葉は、ラブホテルの別称として用いられるが、近年では、個性的なホテルをブティックホテルと呼称することも増加しており、その区別が曖昧な状態となってきている。ありがとうございます。